衣掛山は、福井県鶴ヶ市にあり、岩老山の北尾根最北端に位置する低山である。衣掛山の北東は、近世における交通の要衝である道口であり、西大見路から、鶴ヶ、若狭、木の目峠の三方面の分岐点となっている。現在においても、衣掛山六の省の川沿いは、滋賀県から鶴ヶ市街に出る用路であり、国道8号。 JR 北陸本線が通っている。衣係山には、鉄道ファンにはよく知られた JR 北陸本線の、上り線の歯と原ループ線があり、また2014年に開通した、舞鶴若狭自動車道の鶴が衣係大橋が、北陸本線、国道8号、小野川、送電線鉄道をまたいで、山腹を貫いている。登山道は、 舞鶴若佐自動車道の鶴が衣係大橋の下をくぐるルートとなっている。この道は2003年に中郷地区の子供会が中心となり整備した登山道である。標高181メートルの低山であり30分程度で登頂できる。衣係山から南側の尾根沿いにも山道は続いており224.7メートルに4頭三角点。 さらに373.7メートルに三等三角点がある。さらに南進すると岩老山、夕暮れ山方面である。三名の由来となっている源義経の言い伝えがある。義経一行が欧州に落ち延びる際、大見から鶴河へ北上しようと三の口手前に差し掛かったが、すでに関所が設けられ、超えることが容易でない状況であった。そこへ三の 口村の三親十郎が出迎え、抜け道への案内を申し出た。村外れの岩山の道なき道を抜け、ようやく川向こうに三親屋の屋敷が見えるところまでたどり着いた。吉経は一息入れ汗を拭おうと、衣を松の木にかけた。その後、三親屋に登留し、出立するとき、木ぬかけ始末をもう向こうその昔花とは若葉の緑なりけると読み、色紙に残した。 また、困った時に開けようと言って、お礼に箱を手渡した。このような経緯で、元山は衣係山と呼ばれるようになり、当時の関所跡は、石が谷の地名で残った。また、箱を開けずの箱として、前言寺に伝わるという、ありがとうございます。